マックスプロはアメリカ合衆国のナビスター・インターナショナル社の子会社であるインターナショナルミルタリーガバメント LCC によって開発された四輪駆動の対地雷、復撃防護装甲車である。マックスプロはアメリカ海兵隊で計画された対地雷防護性能を持った送輪式装甲車の開発、調達計画であるエンラッペプログラムに応じて 開発された、送輪式走行車で、V 字型車体、高い車高、走行化された、車体上部を持つ。開発のベースとなったのは同じくインターナショナル車で、開発された中型、大型の軍用トラックシリーズで、ある、ナビスター7000トラックで、キャブ及び兵員室は一体化されている。車体走行部には、イスラエルのプラ3車の走行技術が使用されている。 兵員室天面には、有人式装甲銃刀のオグプックあるいは、遠隔式銃刀の M153 クローズ2を搭載し、12.7メートル MM20 機関銃、マーク、1940ミ、mm、リメートル自動グレネードランチャー、7.62メートル MM240 機関銃などを装着可能である。MAX Pro の名称は、マキシマムプロテクションに由来する語である。 マックスプロシリーズの生産、部隊配備は2007年から始まっており、アメリカ海兵隊、アメリカ陸軍、アメリカ空軍に配備されたほか、アフガニスタンにイサフとして地上部隊を派遣した十数カ国の軍でも購入され、使用されている。マックスプロシリーズには、基本型のマックスプロ、改良型のマックスプロプラス、小型、軽量化を図ったマックスプロダッシュがあり、 さらに派生型として、救急車型のマックスプロアンビュランス、空軍仕様のマックスプロエアフォース、回収車型のマックスプロ MRV がある。また、ロングホイールベース化されたマックスプロ XL、マックスプロ、プラス XL も開発されている。また、エンラッペの防御力をさらに向上させるエンラッペエクスピー i n ン a アーマー、プログラム、MIP 計画により、車体側面に、 中空式の増加装甲を装着する改良も行われている。マックスプロプラスには基本型のマックスプロより大型のミップ装甲が装着されており、重量増加に対応して後輪がやや象形のダブルタイヤに変更されている。マックスプロは基本的にエンラッペカテゴリー i に該当する車両である。後部兵員室の座席を外すなどすることで、 エンラッペカテゴリー2の車両として運用することも可能であるが、アメリカ軍により調達された約5200両のマックスプロお及び、プラス約800両のマックスプロダッシュのほとんどが、カテゴリー EI の6人乗り偵察車両として配備、運用されている。エンラッペカテゴリー2の車種であるマックスプロ XL も少数調達された。2010年には、 アメリカ陸軍のマックスプロに対して、エレクトロニックスタビリティコントロール e c の導入計画が開始された。e c は、コンピュータによってサスペンションを制御し、車体姿勢を安定させるシステムの名称である。マックスプロのようなエンラッペは、地雷の爆風を避けるため車高が高くなっているが、このことによって重心が高く、走行が不安定になる欠点も併せ持っている。 ESC はこの問題に対応するもので、2014年から2017年にかけて既存の MAX Pro に適用される予定である。MAX Pro 使用国。ありがとうございます。